こんにちは始まりです、えー、今日はですね国からお金を借りれる方法を紹介したいなと思います今世間を騒がしてるあのウイルス感染症肺炎 <laughs> あれやばいですよねついに私,私のね住んでる地域でも昨日かな初めての死亡者が出てえー、やべえと思ってこれはほんまにねあの一言じゃないですよね あの皆さんもねぜひこのマスクしてくださいね絶対に、えー、外出る時はマスクを絶対してください。でね今いろいろね企業や学校もね休みになったり、まあ、子どもがね見ないといけなくなると自動的に、まあ、奥さんか旦那さんかどちらか休んでね、えー、子どもを見ないといけなくなりますし、まあ、イコールね、えー、生活面にもかなり影響が出てくるんじゃないかなと思うんですよね。なので、えー、今回は国から借りれる 方法を紹介したいいなと思います。ちなみにこの方法は、まあ、バイトであろうが派遣の方であろうが外国人の方であろうが、えー、借りれるので例えばまあ、俺のチャンネル外国人の方は見てるとは思わないんですけど例えば周りで外国人がい,いて、えー、どうしようお金がないっていう方にはこの方法を紹介ししててあげいいなと思まます、まあ、その方法を今から紹介していくんですけどまず1つ目が、まあ、役所に行って。 でその役所で社会福祉協議会っていう場所があると思うんですけどそこに行って緊急小口資金を申し込みたいっておっしゃってください緊急小口資金ですちっちゃい口って書いて小口資金なんですけどこれが大体、えー、申し込んで1週間ぐらいですかね平均で、えー、10万円ぐらい借りれるんですよねもちろん誰でもというかもちろん外国人の方でも借りれます。 で保証人とか、えー、金利とかも一切なして10万円借り入れてでもう子ど、えー、もがずっと家にいてもうずっと仕事を休む中あかんみたいな時やったら最大20万円まで借り入れます。 しかもも金利も一切いりません、まあもちろんね、えー、借りるんで返さないといけないんですけどそれもね、えー、結構長いですそんなすぐにもう今年中に返せとかではなくて何年か、えーま、何年も待ってくれるらしいです3年ぐらいだったかなこれは待ってくれるらしいので非常にね、あのー、そういう例えば銀行だったりとかあの消費者金融とかには借りるぐらいなら、えー、こうやって役所でね、えー、この方法で借りた方が絶対にお得です。 なので、えー、もし借りるならこの方法をお勧めします。あとですね、総合支援資金の生活、えー、総合支援資金生活支援費っていうのがあるんですけど、これは一、えー、人暮らしの方やったら45万で、家族持ちの方やったら、えー、最大60万まで借りることができるんですね。こっちの方がね、えー、非常にあのー、まあ金額的には大きいので、この社会福祉協議会に行った時にこの 緊急小口資金と総合支援資金生活支援費っていうのを、えー、申し込みたいと言ってみてくださいで、えー、両方通ればね、えー、まあ何十万か一気に借りれるのでただねこの今言った生活支援費の方はちょっとね手続きに時間がかかるんで1ヶ月近くかかると思うんですよねこの借りれるまで。 ほんまにもう今すぐもう何やったらもう来週とか欲しいっていうならあのまず緊急小口資金ですよねまあほんの通りですよね緊急 <laughs> ちっちゃい口小口口の資金を借りるんであのまあこの名前の通りなんですけどこっちを借りたらね、えー、早ければ1週間ぐらいで借りることができるので、えー、まずはその手続きを進めることをおすすめしますちなみに生活支援費の方は、えー、借りる金額が大きいんでねまあ 40万とか60万とか借りるんでこれもねそれなりの長いいい間待っていてもらいますうん多分もっとこの3年とか4年とかじゃなくてもっと10年ぐらい待ってくれると思うんでもちろんね保証人なしで金利なしで借りれるので非常に何やろう他のとこで借りるよりはかなりいいんじゃないかなと思うんですよね。外国人の方 とかもそのまあ在留期間中にまあ返さないといけないんでまあその辺の関係もあるんですけどあとまあこの貯金とかあったらダメですよ貯 <laughs> 金貯金とかあったらねもちろんダメですけどちゃんとねあのほんまにえお金がないとかねもう貯金もないもう生活ができないっていう方はねえぜひこのやり方でえ国からお金を借りる方があの消費者金融とかよりも全然あのいいと思います。 かなり待ってくれやるんで、えー、権利もないんで、こんなありがたい話ないんでね。まあ非常に、えー、おすすめなおすすめっつったらあれですけど、まあ、借りる方法ですね。あとね、あの家賃払えないっていう方もね多いと思うんですよ。まあお金がないっていうか家賃払えないみたいなね、まあつながってくるんですけど、これは家賃は家賃で、えー、あるんですよ。 住居確保給付金というのがあって、これはね、あの。借りるんじゃなくて、給付金なんでもらえるんですよね。国から家賃代をもらえるんですよ。こんなありがたい話ないですよ。<laughs> こんなありがたい話ないです。これね、家賃がもらえるんで、まあ、もちろんね、あの地域によって家賃って違うじゃないですか。東京はね、もちろん高いですし。田舎の方やったら、もっと安いですし、この地域によって、あの給付金の額が違うんですけど。 もしかしたらねあのほんまにあのもちろん貯金とかあったらダメですよ。<laughs> 貯金何千万もある人が家賃払えへんとか言っても一切通らないんであのほんまにあの全然お金がなくて、えー、もう払えない家賃もほんまに払えへんっていうほんまに困ってる人あのコロナでね、えー、もう全然あの仕事なくなったみたいなもうほんまに家賃も払えへんっていう方は、えー、このね今言った住居確保給付金ですよね。これははね、えー、社会会福祉協議会ではなくて役所の 自立相談支援機関っていうところがあると思うんですけど自立相談支援機関ですねそこに行って、えー、聞いてみてくださいあの住居確保給付金を申請したいんですけどって言ってこれで言ってみてください大体いいねこれ3ヶ月分ぐらいの最大9ヶ月かな3か月,月から最大多分9ヶ月ぐらいの、えー、家賃が、えー、もらえるんですよね。 なのでえー、ほんまに今回の、えー、その件で感染症の件で、えー、お金がなくなったともうほんまに生活ができに家賃も払えへんという方はこの方法を試されるのがいいんじゃないかなと思います。ほんまにあのお金がない時ってねいろんなんやろマイナスなイメージになっちゃうんですよね。もうどうしよう,どう,しよう、どしよよ。おお金金ががななない、い、いみたいになるんですよ 気持ちめちちめゃゃくちゃ分かるんで、俺前何の動画やったかななんかもう借金やっても大丈夫みたいな動画出したと思うんですけど見見ててないい。方はぜひ見てください <laughs> それでもね言ってたと思うんですけどやっぱお金がない時ってね、あのー、何やろ変な方向に走りがちなんですよね俺もどっかの臓器売れへんのかなとか腎臓 <laughs> とか売れへんのかなとかねなんかいろいろ調べたりしてたんでお金がない時っていうのは。なのでね、あのー、まあそこまではないと思うんですけどやっぱ。 こうやってね、先が不透明じゃないですかいつ収まるかもわからないですしいつ生活が戻るかもわからへんっていうこの状況でねどん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 そのマイナスのイメージになっちゃってお金がない。 っっていううのがねやっぱ一番だと思うんですお金がね皆さんむちゃくちゃお金があったら今度ね一切悩まんと思うんですよ全然もう家に至るでみたいなね感じだと思うんですけどやっぱり悩みってお金がない悩みじゃないですかなのでね、えー、そうなってきたらもう毎日毎日46、えー、時中24時間もお金のことしか考えてないともうそういう場合は、えー、借りましょうもう借りたらいいんですあの国からでもねあの力を借りて、えー、もうお金がない時はもう仕方ないんで。<laughs> 借りたらいいんですあの人の力国からの力を、えー、借りて、えー、その手をね、えー、握ってもう一回ね立ち上がったらいいんでね今はねあのこういう時ですからもう全然ねあの恥ずかしいことでも何でもないですしまたあの再建したらいいんですお金を借りて自分の人生を。も俺なんてねいっぱい俺なんて、ね、いろんな人にね慣れたら会社の社長にもお金借りてましたからね。 もういろんな家族とか、ね、友達とか、えーまあ、会社とかねいろんな方に、えー、お金を借りてこれはね完全に自分,の自分が悪いんですけど完全に、ね、自分が悪いんですこ今回はそういった感染症でお金がなくなったっていうちゃんとした理由があるじゃないですか俺の場合なんか完全に俺が悪いですからねそれでお金借りて、えー、いろんな方にねクズやろうとかね、えー、いろいろ言われましたけどそれでもね、えー、そうやってねお金がないんだから。 まあそういう理由でね、いろんな方にお金を借りていろんな方の力を借りてもう一回ね立ち上がって「ああもうこのままじゃあかん」みたいなこんないろんな人に迷惑かけたらあかんってねそ,それでねなんかほんまになんかそこを見て気づかされてここからねもう一回差し伸べてもらった手を掴んで立ち上がって月収100万とかまで行って全部ね倍返しにして返したんで。 まあ今回の件はね、えー、また全然別件やと思うんですけど感染症のせいでねまあ仕事がなくなったりとかね、えー、子供が家にいるから全然その仕事に行けへんとかねいう理由やと思うんですけどまあそうやってえお金がないっていう悩みはとりあえずえ国からの力を借りましょう全然それはいいと思います。何の恥ずかししいいことでもないですし一回借りてえまた まああのもしかしたらねまあ遅くても、えー、来年にはワクチンができると言われてますし、ね、早ければね9月10月ぐらいにできると言われてますしもう遅くても来年にはできると言われてるんで、えー、それからねまたあの一から再建するぐらいの気持ちでねやってたらいいと思うんですよ今回の件で、えー、いろいろやっぱり考えることができたと思うんですよこれの先もう一回こういうことやったらもう一回もう二回ぐらい、えー、こういった 事態に起きる可能性というのはもちろんあるんでもう同じ、えー、ミスをせえへんために何かこの在宅で仕事できることはないのかとか何か、えー、例えばパソコン一つで、えー、お金を作り上げる方法を考えようとかねなんかね、あのー、人間って賢いんで <laughs> こういうね、えー、ことが起きた時にやっぱ考えると思うんですよね。 特にこういう YouTube 見てる方っていうのは、えー、結構行動力ある方やと思うんで例えば、えー、ブログを始めてみようとか、えー、YouTube を始めてみようとか何かこのネットを使ってお金を稼げることないかなとか家でお金を作り上げることはできないかなとかいろいろなことをね考えると思うんでねいいきっかけにもなったっちゃなったと思うんですと。なのですごいポジティブに捉えてね、えー、例えばなんかそういう資格を取るとか。えー 家でできるようなことをね、えー、例えばなんかその今流行りなんかアクセサリーを作って販売メルカリで販売とかね結構主婦の方してやりますけどそういうねあの考えさせられる時間になったんじゃないかなと思ってポジ,ポジティブに捉えるしかないんですよねもうなってしまっても仕方ないのででもう同じ、えー、ミスはしないとか、えー、いう気持ちでね自分が成長できる今期間なのかなという俺はポジティブに捉えてますけど。 なので、えー、全然その下を向く必要はないと思うんでこんなね時だからこそ元気に前向いて人からとか国からの力を借りてても、えー、上を向いたらいいんじゃないかなと思って今日はねこうやって外国人の方にもね、えー、こういうお金の借り方あるよってもしあれやったら教えてあげてほしいですね全然バイトの方でも派遣の方でも今言った緊急小口資金とか生活支援費とかそういうのは借りれるんでね ぜひ教えてあげてほしいなと思います。はい、今日はね、えー、早口でちょっと喋ってギュッギュッとね動画をまとめたかったんでこれぐらいで終わりにしたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。